どうもめちゃめちゃメッセです。はい、ということで、ね、もうやっていきます。星稜高校でもうね、ちょっとね、もうあのコースパンとかなんかもうバン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 投稿していくんで、もう皆さんほんまにもうお忙しいですけど、もうぜひもうね、もう高評価もうコメントして、すごい最後に言った方がいいんやけど、まあ最後終わったして。はい、ということで、まあもう結構でも細かく結構説明していってるんで、あのね、自分甲子園見る前に見とくにはもう持ってこいやと思うんで、もうどんどん載せていきますね。で、喋っていきます。星稜高校です。まずもう星稜、石川星稜といえばユニフォームのこの味クリーム色のあれがまずとりあえずかっこよすぎるっていうのと、バッティングレベチっていうのと、みんな思ったより足短いっていうか、ごつい、ほんまにごついチームなんですよ。ほんで、石川星稜の、もう卒業生、説明していきます。知ってる中で言ったら、やっぱり、松井秀喜、元ヤンキースです。他にも、巨人、高木、楽天、島内、ロッテ、岩下、巨人、北村、ヤクルト、奥川、で、ヤクルトにまた内山でもえぐい、もうショートとキャッチャーも持ってもレベチな子と、本田圭佑、本田圭佑って星稜やったんやって感じですね、サッカーのがいますね。ほんで、戦績でいうと石川県大会14対0 13対1 6対1、ほんで日本航空石川に7対2の遊学館に8対6で、小松大谷に7対5で勝ってきてます。もうなんかでもね、結構石川県って言ったら星稜一強な感じもしますけど、ここのね、日本航空石川遊学館小松大谷っていうね、めちゃくちゃ強いんで、それをね、やっぱりこの一強な感じに、なんやろ、一強なイメージにさしてるこの星稜っていうのがまずえぐいですね。ほんで、北信越大会で5対4で日本文理に3対1、ほんで富山商業に5対4で、で、敦賀気比に6対0で負けてしまってるっていうあれなんですけど、って思ったらやっぱり昨日のね、名前なんでしたっけ、その門真ビッグのキャプテンの、上加世田選手は、だからこの星稜打線を抑えたって、ね、0点に抑えたっていうのは正直すごい、ね、期待はできるっていうのもありますね。打撃がそんななんかな、今年星稜とかそんな。で、これピッチャーの子が、ハーフですね。ハーフの子で、マーガード、マーガード、これなんて読む？マーガード・マイキー・キアン。でも言うたら、これどことのハーフなの？日本とアメリカのハーフで、やっぱでも、もうすぐガタイもめちゃくちゃ良くて、でもなんでしょう、めっちゃすね毛濃いそうっす。でもマジでめっちゃいいピッチャー。書いてます。キープレイヤー、中学ジャパンの経歴があるらしいんです。だから中学ジャパンの経歴を持つ大型投手。で、体格に似ず、投球には技が光るっていう。だから思ったより、剛腕な感じじゃないみたいな。日本のアメリカのハーフで、出身は沖縄です。ほんで、中学所属しとったのは、ポニー。なんていうのかな、これなんちゃらポニーで、アンダー15に選ばれました。マーガード君は、将来上のレベルでやっていくためにも自分との勝負が大切になるはず。星稜なら実勢をより養えると感じました。だからね、このメッセージで思うのが、もう今時、もうやらされる練習じゃ、もう高校野球勝てないんですよ。ね、もう我々はもうめちゃくちゃやらされてる練習でしたが、正直言うたらもう何でしょう、指導者対選手みたいな。だからキャプテンとかもういかにも練習がきつすぎるんで、もう普通のキャプテンやったら、普通のキャプテンとかそのチーム引っ張っていくやつやったらマジでやれよって感じだったんですけど、マジでもうほんまにこういう時にほんまいかにもう対応みたいな、今日は対応とかって、もうここちょっと楽しときよっていうぐらい、もう全員でなんか指導者の練習を乗り越えとったチームと、もう何でしょう、
ここ高めていこう高めていこうみたいな、本当に自分でやっていく実践のチーム。もうだからこのね、実践があるこの声量、もう今時はめっちゃ強いと思います。ほんでどこまで話したろっていうチームで、ねやっぱりその思うのは、その試合っていうんかなを見ても、やっぱこうバッティングはやっぱもちろんえぐいですし、でも思うのはちょっと守備が何でしょうね、なんかちょっとノック見た感じで言うとあんまりうまくないというか、なんかもうバウンドの合わせ方がもう正直なんでってなりますね。でもだから結構多分エラーで負けてるような感じでしょ多分。これエラー何個あんの？エラー何個やろ？エラーはちょっと分かんないですけど、ノック見てる時点でもちょっと守備がちょっと壊滅的やったんで、ちょっとね、やっぱりケヒもそうですけど、やっぱこういう打てるチームってこうなかなかね守備ができないんで、これ守備ができたらめっちゃいいと思います。でやっぱこのこれがやっぱだからキー選手になるらしいですね、このマーガード、マイキアン選手のこの活躍次第ではほんまに全然いくんちゃいます。うん、全然いくと思います。ただですよ、ただ優勝はできないですね正直。だってもうこれの一人ピッチャーでいくらねアンダー15のエースがおったとて、チームで勝たないとダメなんで、この2枚目のピッチャーが右ピッチャーですし、多分そんなに良くないと思うんですよね。やっぱだからこのマーガード・マイキアン選手がだから正直この大会では一番注目選手ちゃうんですかね。やっぱもう話題性もありますし、だからこれは正直期待したいっていうのと、でも勝てない星稜は、星稜はでも結局はいけてもベスト8ですね。だから今回はだからもう1回掘ってもうたら次もう2試合目からはデータ取られるんで、もう C ランクで、一回勝てたらいい方やと思います。これ抽選見てないんでね、ちょっと抽選見て、多分一回目勝てるとか、二回目までは余裕やろうとかやったらまた誤差あると思うんですけど、もう普通に考えてこれ一回勝ったらもう次、勝てないと思います。ということで、石川星稜も今日もちょっとね、辛口で言っていきました。でもちょっとこのマーガード・マイキアン選手、名前読みにくいな、これ。出席番号やったら28ぐらいやな。マーガード・マイキアン選手と、今日はね、石川星稜について話しました。これからもね、ちょっと、もう高スパンでどんどん話していくんで、皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、明日までに会いましょう。